1923年なので今年が2023年ちょうど100周年からもご紹介がありましたけれども、100周年に向けてですね、いろいろな取り組みを今スタートしております。山田高校がまた今年、これからまた10年、20年、50年と100年とこうまた継続的に子どもたち の成長に寄与できる社会に用いられるキャンプ場になっていくために、新しいものもぜひ作って子どもたちがワクワクするようなキャンプ場にしていきたいなと思って様々な計画を立てております。またこれから募金委員会みたいなものもね、立ち上げられてですね、ちょっと皆さんにまたご協力いただければと思っております。募金自体は多分ね、夏明けの10月ぐらいからスタートすると思うんですが、その前にいろいろなところで皆様にご協力のお願いに行くかと思いますが、ぜひ皆さんと一緒に山中の将来を、皆さんで支えていただければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。道を歩くとき目を閉じてごらん、風の中に聞こえるマントルピースの独り言。山中キャンプは1923年小林弥太郎によって開かれた日本で最初の組織キャンプ場です。このファイアプレスには昔メインホールがありました。太い柱が2本あって、みんなで食事をしたり歌ったり、子供の目にはすごく大きな建物に見えたものです。隅の方にはマントルピースがあって、このキャンプの歴史をずっと静かに見つめていたような、そんな気がします。それは昔のこと、ここには大きなお家がありました。太い柱が2本、そして赤い屋根、セミも一緒にハーモニー。道を歩くとき目を閉じてごらん、風の中に聞こえるマントルピースの独り言。山中キャンプは第二次世界大戦の後で接収されそうになったことがあるんです。その時東京 YMCA の主事だった原直次郎が家族 と一緒に移り住んで耕してキャンプを守ってくれました。たくさんの人々がここで若い人たちと生活を共にし命を育てます。その時に決して忘れてはいけない歴史、消えてはいけない名前、いつまでも覚えておかなければいけないことだと思っています。それは昔のこと、ここにはおじいさんがいました。日が昇り日が沈むまで刻んでいましたリズムを。それは昔のこと、ここにはおばあさんがいました。子供たちと遊びながら歌っていましたメロディー。道を歩くとき目を閉じてごらん、風の中に聞こえるマントルピースの独り言。それは今年のこと、ここには若者のシンフォニー、でもみんな知っていますか、リズムメロディーハーモニー。道を歩くとき
じてごらん。風の中に聞こえるマンタルピースの独り言。風の中に聞こえるマンタルピースの独り言。